まーこさんは食べ友のお時間です。今回は美味しいハモカレーをしてはるお店があるとお聞きして、河原町三条へ向かっております。そんな今回のお店はこちら、酒と魚と龍源さん。地図で見てみると、京阪三条駅から徒歩6分、京都市役所からは徒歩3分くらい、河原町三条の交差点からは1分のところにあります。市役所のある河原町お湯気の交差点から歩いてみますと、交差点南東角を南へまっすぐズズズイッと進んで、1つ目2つ目、教会のある角を左へ東に曲がります。曲がるとすぐ南側に見えてくるアモダンなビル、こちらの4階にお店はあります。エレベーターを上がって、では早速お邪魔してみましょう。店内は縦に長くカウンターを中心としたアットホームな雰囲気、奥にはお座敷もあって、グループやお子様と一緒の方も利用しやすそうです。北側の大きな窓から光が入り、明るく清潔感があります。では早速メニューを拝見。まずはドリンクメニュー、生ビール700円、ハイボール600円に、酎ハイ、ワイン、焼酎に日本酒、充実のラインナップ。お料理には牛すじカレー1000円や馬刺し1100円から、生湯葉揚げ出し900円や鶏雑炊900円のお出汁の効いたお料理のほか、鶏もも唐揚げ800円や枝豆、もろきゅうなど気軽なメニューに、和牛ステーキ3200円からやお子様メニューもあって、大人から子供まで楽しいメニューの数々となっております。今回はハモを中心にいろいろお願いしてみようと思います。そうこうするうちに早速ハモの調理が始まったようです。ハモってね、こんだけジャリジャリ言うってことはね、骨だらけなんですか？骨だらけです、はい。ほなこれ骨切りせずにね、食べちゃったらね、もう骨だらけ食べてる感じになるんですか？はい、噛めないです。噛めないんですか？へえ。これってハモってね、これで半分なんですか？一匹。これ一匹ですね。一匹が開かれてる状態で。そうそう、うん、開いた状態で切ってるんですね。で、後でこれちょっと落としにします。日本の名だたる和食の名店で修行をされた龍源さん、そこで鍛えた腕を気さくにお客様に楽しんでいただきたいとお店をオープンしはりました。ハモは少々骨を感じる時もありますが、龍源さんでは骨があったなんて信じられないくらいふわふわに仕上げてくださるとのこと。楽しみですね。そんなわけで、まずはハモの落としが出てまいりました。ご覧くださいませ。真っ白なメレンゲのようないでたち。ふわふわなのが見ているだけでも伝わってきます。綺麗ですね。それではいただきます。お箸からもふわふわ加減が伝わってきて、力を入れると崩れそうな繊細な様子がわかります。まずはお塩で。ではパクリンチョ。ふわふわ美味しい。口に入れるとホロホロと崩れて、骨があったなんて信じられないくらいふわふわです。ハモの爽やかな味わいは、夏の午後おばあちゃん家の縁側でゴロゴロしていたら気持ちいい風が吹いてきて、うとうととお昼寝をしてしまったみたいな心地よさがあります。龍源さんのハモ落としは、身と皮の区別がわからないくらい一体になっていて、すべてがホロホロと崩れていきます。口に入れたと思ったら、優しい旨味を残してスルスルと喉を通っていくので、ついつい次々お箸を運んでしまいます。外の酷暑を忘れる涼やかな美味しさ。京都の夏はやっぱりハモ落としですね。続いて
ハモカレーと親子丼がやってきました。夏野菜とハモの唐揚げをのせたカレーは、カレールーにもハモの骨が溶け込んでいるそうです。クリーミーで美味しそうです。こちらの親子丼は龍源さん特製のお出汁が存分に味わえるメニュー。卵とお出汁の合わさったとってもいい香りがしています。ハモカレーは夜のメニューですが、親子丼はランチタイムにいただけます。ではまず親子丼から。つゆだくとろとろな親子丼です。ではパクリンチョ。美味しい。鶏と卵の優しい甘みが一気に口内に広がって、鶏と卵、親子の共演、美味しい、最高ってまずは感じるのですが、カツオとお昆布の旨みが親子の良さをより引き出しているのがすぐにわかります。決して主張してこないけれど、しっかり感じる存在感。そこに時折感じる刻みネギと刻み海苔の香味がキリリッと全体を引き締めているのもこれまたいいですね。龍源さんの親子丼は半分寝ながらでも食べられそうな、飲む点滴かってくらい食べやすい美味しさでした。続いてはハモカツカレー1500円なり。食材の溶け込んだトロトロ感がとても美味しそうです。パクリンとしてみると深美味しい。飴飴ムチ飴くらいの優しさの後方に感じるピリ辛感。カレーのスパイスと食材の旨みが溶け出したスープは、芳醇な香りが口いっぱいに広がって、優しい和風カレーやなーって飲み込もうとした瞬間、刺激が時間差攻撃でやってきます。一人時間差攻撃っていうのを初めて見たロスオリンピックの感動を再びです。ハモからのお出汁に加え、いろんな食材の旨みが詰まった輪郭のしっかりした和風カレーです。そしてハムカツをガブリンチョしてみると、ザクザクっと小気味いい音が鳴ったかと思うと、ふわふわな身が登場します。外がこんなにザクザクなのに、中はどうしてふわふわなのか。大げさではなく、綿菓子をカツにしたくらい外と中のギャップがあります。そして淡白なハモに揚げ衣が加わると、ハモが負けちゃうかなと思ったら、より旨味が増すのにも驚きました。ハモってやっぱり淡白そうに見えて、とても味わい深いお魚なんですね。熱とともにいただくと、ハモの旨味がより感じられて、とても美味しかったです。お出汁が美味しいと評判の龍源さんなので、揚げ出しお茄子もいただいてみました。龍源さんのお出汁の旨味に油のコク、そこに爽やかかつ刺激的に香る薬味たち、そしてお茄子が共鳴し合うように溶け合っています。お茄子と油とお出汁って、ずっこけ3人組くらい絶対に一緒にいてほしい3人ですね。お出汁料理を中心に、本格料亭のお味のルートはどこにあるのでしょうか。店主さんにお話を伺ってみました。龍源さんのお店の名前はお名前なんですね。そうです、はい。僕の名前は屋号で、うちは酒と魚と龍源になってます。だいたい酒と魚なんたらっていうのはあるけど、こうつけることによって部屋とワイシャツと私みたいな近いね。僕もこの雰囲気で楽しませてもらおうという意味のこの間にこうつけたんです。なるほど。もうね、僕はね、父が料理人なんです。あ、そうなんですか。だからもう小さい頃から料理人になろうというのは思ってました。思ってありました、うん、お父様も和食ですか。和食で、うん、このお店はもうオープンしてどれぐらいになりはるんですか。この7月の3日で3周年、はい、3周年。行動制限がかかるタイミングと同じくしてオープンされた酒と魚と龍源さん。予定外のことが次々に起こる中、ご家族やお客様に支えられ、共に乗り越えてこられました。名店で培われたお味を気さくな雰囲気の中いただけます。酒と魚と龍源さん、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。それではそろそろ土曜日恒例の夏メロ歌謡を歌いながらお別れの時間となりました。今回の曲は
小柳ルミ子さんのお久しぶりねを選ばせていただきました。日頃よりマーコさんは食べてもチャンネルをご覧いただきありがとうございます。それでは皆様、素敵な週末をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。できたでしょうね、お茶だけのつもりが、時の経つのも忘れさせ、別れづらくなりそうで、なんだか怖い。それじゃあさよなら元気でと、冷たく背中を向けたけど、今でも本当は好きなのと、つぶやいてみる。もう一度、もう一度、生まれ変わって。もう一度、もう一度、めくり会いたいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。お久しぶりにアップができて本当に嬉しいです。気にかけてくださっていた方、コメントをくださっている方、ありがとうございます。週2回くらいをペースに再開したいと思っておりますので、よろしければ今後ともどうぞお願いいたします。それではまた次のお店でお会いしましょう。バイナラー。